はい、どうも、ゆりです。今回も戦国ダイナスティ続きからプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、大型アップデートが、来たということでですね、ライブ配信の方で、ちょっとね、長い時間やってたんですけども、スキルツリーとかね、戦闘システムいろいろ本当に変わりましたよね。もう、なんか別ゲームみたいに一気にね、そう、急に変わったんですけども、その影響なのかちょっとわからないんですが、こちらですね、この1日あたりの収入要求。でこちら、もともと結構余裕あったんですよ。あったんですけど、この大型アップデートが入ってから、急にね、またちょっと食事とか飲み物が結構やばくなってきてるんですよね。なので、ちょっとこのあたりを改善していかないといけません。特に飲み物と、食事ですね。飲み物ももう3万ぐらいあったと思うんですが、もう1万3000ぐらいになってますので、結構やばいんですよ。これをちょっとどうするかですね。はい。で、結構道具がない方が増えてきてますので、この対策もしていかないといけません。やばいな、ちょっと道具がなさすぎて、あれですね、全然、お仕事ができてない感じが、しています。いや、ツルハシを大量に作っておかないといけないかな。鉄鉱石がね、今とにかく足りないんですよ。手持ちには、ちょっと入ってるんですけども、そうですね、鉄鉱石を、すべてちょっと一旦ツルハシに変えて、これで、作業ですよね。鉄鉱石取ってきてもらわないと、あらゆる道具ですよね。が全然今ない状態なので、そこをちょっと作ってもらわないと、余裕がちょっと出てこないかな。まずいですね、これ。はい。ここをとりあえず、鶴橋にひたすら設定していって、ですね。ここがお仕事できてないのが痛すぎます。で今、木工作業台はどうすることもできませんので、一旦これは、放置かな？はい。よいしょ。採石場を、ちょっと待って、今消化した？いやー、ちょっとタイミング悪いですね。できたら設定してから、消化してほしかったんですけども、こればっかりはちょっと仕方ない。はい。いや、手持ちに持ってたら、これ自動的に、埋めてくれたら楽なんですけどね、道具とかも。担当も私持ってない。いや、全然道具足りないな。どうしよう。火事場。火事場を増やして、道具を作ってもらう方、ちょっと増やしましょうか。その道具がないと食料もね、そう。水はあれですけど、食料を取ってきてもらえないので、そうですね。健康。結構びっくりマークが増えてきてるので、ちょっとやばいです。で、食事もまた減ってきてると。そうですね。火事場ちょっと作りましょうか。はい。火事場さっき、作ってから、よいしょ。鶴橋はもう、倉庫に入れちゃって大丈夫かな？はい。さあ。火事場作っていくんですけども、場所はどこがいいかな？はい。建物の大きさ自体はあんまり変わってないですけど、中身が、中のオブジェクトとか結構変わってたので、あれ？接客施設ってこんなんだったかな？見た目ちょっと変わってる？生産施設。さあ、これですね。火事場を、ちょっと上の方に置いておきましょうか。この辺りまでは、一応金の範囲内ですので、置くことができます。ここ柵で囲んでるでしょう？この下辺り置けない？はい。さあ。火事場。草がちょっと多すぎるのと、地形が平坦でないと、そうか。火事場って、平坦じゃないとダメなんだ。よいしょ。空腹ゲージ減ってきてます。お肉で、補充をしまして。ここいけるかな、ギリギリ。
どうだろう。あ、ちょっと待って。はい。調理した肉が鮮度を失った。その影響であれですね。ちょっと今一瞬バグってたけど。いや、いけそうじゃない、ここ。ダメ？配置を妨げてるオブジェクト。はい。いや、すごいな。建物に草生えちゃってる、これ。ススキの茂み。貫通してますね、こっち。あと、妨げてるオブジェクト。これ判定ないですよね。もういけると思うんですけど。あれ？これ何が邪魔してます？はい。笹。横幅そんなにないですけどね。入らない。どういうことなんでしょうか。あ、いけますね。この辺り。いや、ちょっと上の方にしないとダメか。ここに、火事場。立てていきましょう。い。いや、本当にね、もう建築が楽になったのは何よりもありがたい。本当に大型アップデートの影響で、もう一気にね、そのゲームのやりやすさっていうのが、変わってます。よいしょ。さあさあさあ、どんどん立てていって、いや、どうしましょうか。木材に関してはね、結構余裕あるんですけど、なんとか道具をね、大量に生産できるようにして、食材と水ですね。水だけがやっぱりきついか。水から何か、そこからまた変えて、そう、やっぱ数値的にはね、水低いので、変えた方が良さそうですね。まあ、そのためにはまた新しいね、避難民、受け入れて作業してもらわないといけないんですけども。で、金床。ほい、よいしょ。OK。ただ、今までもちょっと金床、道具は作ってたから、そこ作業できてないかな、もしかしたら。鉄鉱石、とりあえず、手持ちのものは全部入れて、今まで作ってる金床がどうなってるか。この辺りですよね。あ、なるほど。槍はやってもらう必要ないな、今。そうですね。槍は一旦置いといて、あ、これもダメだ。ちょっとね、安全性は一旦、置いときましょう。これじゃなくて、やっぱり、ツルハシ。ツルハシ今作ってもらってる？あれ、鉄鉱石ないことになってますね。ゼロ？嘘でしょ？今入れた数全部？あ、なるほど。他に回されてますね。となると何に使われてるんでしょうか。これ金槌でしょ？金槌に一つ。で、鉄斧にも使われてる。斧って今ないか。なるほど。いやー、鉄鉱石ですね、やっぱり何よりも。鉄鉱石が足らなすぎる。まあ、この2つの金床を、鉄鉱石取ってきてもらえればなんとかなるかな。OK。で、作業場、もう1個作って、これでいいかな。粘土。粘土ならあります。よいしょ。で、もともと火事場って、あれなんですね。ござがなかったので、一つでも追加してくれるのはありがたい。で、避難民受け入れて、ですね。よいしょ。あれ？これ一つ目の村ですよね。一つ目。一つ目の方に受け入れます。いや、また雨降ってきたか。すごい頻度で、本当に降りますね。仕事。よいしょ。労働者がいない。ここですね。さあさあさあ、ここはもうすべて、つるはし。鉄のつるはし生産。からの、よいしょ。
こっちもですね。あれ？あ、違うか。別のところで設定しないと。うん。今度こっちで。ツル橋、ツル橋。はい。こちらですね。OK。さあ、ただ鉄鉱石足りませんので、まあ、今できることとしたら、まあ、木のツル橋でも、ないよりはマシなので、うん。木というか、石ですね。これをちょっと倉庫に入れておきましょう。作業できてないところが結構あるんですよ。それだったらまだ石でもいいのであった方がいいですね。はい。これをちょっと倉庫に入れて、これで作業してもらえてるかな？自動的にやってくれます？これで。え、ちょっと待って、特殊建造物で道具がないって何？え、バグってますかねこれ。うん、道具がないってのがよくわかりません。石の、あ、鉄のつらし。オッケーオッケー。これで作業できてますよね、一通りは。うん、問題なさげです。オッケー、よかったよかった。あとは斧を大量生産できれば木工作業台も、うん、動かすことができると。まあ、それはいいんですけど、食事やばいですね、水と。食事はまあ、お米なので、あれ、お米ってどうなったんだろう、私。今作ってる栄養剤ですよね、これ。うん。体力獲得、健康ステータス上がる。あ、ただ、食料の損失。こういうのもともとなかったんですけど、この影響もあるのか。うん、一つでマイナス5ですもんね。これで食料とかきつくなってる感じしますね。はい。まあ、食材なんですけども、お米はやっぱ入ってないと。これ、ここからレンコンにするのどうするんだろう。今、季節は秋でしょう。秋にできることって少ないんですよね、畑自体に。うん。魚がいっぱいある。魚か。これ焼き魚にしましょう。お肉があんまりないので、ちょっと一旦魚に、変えた方が良さそうですね。生肉できてないでしょこれ。もしくは魚からなんか別のもっといいものに変えれたりしませんか。魚料理、うん、きちんとした魚料理。これは？あ、穀物類。はい。あ、薬草使うんだ。薬草きついな。慣れ寿司。慣れ寿司、お米。質素な魚料理。うん。そうですね。まあ、調理した魚か、今。これしかない。ですね。はい。ちょっとお肉の部分を。まあ、これに変えましょう。栄養剤は今やってくれてるでしょ？ちょっと待って、お茶っぱないな。はい、レンコンも、ここ作業できてません。魚、魚。一旦魚で、食料ゲージ増やして、うん。あれ、温かい飲み物は、これできてませんね。これも作ってもらおう。よいしょ。これが、温かい飲み物、確か健康でしたよね。うん。やけど軟膏、ちょっと設定しすぎでしょ、これ。うん。素材がなさすぎてできてません。よいしょ。で、炊いたお米、お米が今ないと。そうですね、お米の栽培。あれもね、春と夏限定だったかな。できないのがちょっと問題です。さあ、ここのお米もできてない。魚。よいしょ。お米ちょっとリセットかな。うん。リセットして、これからまた魚に変えて、最大。よいしょ。お肉がない今は、ちょっとこうするしかありません。あ、ここはやってくれてる？いや、違うな。素材ないですよね。はい。OK。これでちょっと一旦どうなってます？6、あれ？
構6000だけど、あ、でもプラス値上がってますね。プラスがやっぱ重要なのかな。うん。そうですよね。生産済みなので、びっくり、まあ消えましたね。よかったよかった。まあこれ一時的なんですけども。まあまあまあ、とりあえず OK でしょう。で、今栽培、秋に栽培できるものって何なの？っていうか、うん。何なんでしょうか。ちょっとそれ確認しましょうか。秋ってあんまり栽培したことないので。秋。あれ、ちょっとなくない？あ、お米秋いけるんだ。25個。ああ、じゃあお米一択ですね。ただ、今20個も持ってないので、ここはちょっとどこかから、仕入れてくるしかないかな。で、普通の畑の方は？よいしょ。こちらですね。栗。栗か。みょうが。どれがいいかな？かぶ。野菜類、ネギ。あ、ニンニク、ごぼう、このあたりもできる。なるほど。みょうが、あ、みょうがアンロックできてないですね。まあ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 、ちょっとやらないよりはいいので、栗。これ手に入れて、ちょっとやってもらっときましょう。ちょっと何もね、できてないっていうのはもったいなさすぎますので、とりあえず何か設定して、できることやってもらいます。OK。かける360、じゃあ結構できますね。OK。さあ、ショップ見ていきましょう。ショップ見るんですけども、貝殻って結構入ってるかな、今。貝殻、貝殻。あんまりないか。あ、71個。ないよりはマシなので、これを打って、というかあれですね、もう、ボックスがやばいことになってるな。新しいちょっと倉庫みたいな、作った方がいいかもしれませんね。ちょっと、倉庫がやばいです。かなりパンパンになってきてる。よいしょ。さあ、照明つけて、まあ、ショップちょっと見に行きましょう。さあさあさあ。お米売ってますか？まあ、他にも何かいいものがあれば。まあ、そうか、見ましたよね。俵とか何も入ってない。さあ、そして、どうですか？小麦。ああ、小麦は穀物ですよね。何に使うんだろう。で、炊いたお米。お米そのものはないか。カブ、あとカブとかですもんね。カブ。ごぼう、ネギ。このあたりは全部、数値的には2と。あれ、もう一人の商人は？ここの村もう一人いるんですけど。どこ行きました？ あれ、ちょっと見当たりませんね。なんかアップデート後から洞窟の中にね、いることがもともと多かったんですけど、変わったのかな、それも。さあ、今私が欲しいのはお米です。お米どこにあります？お、すごいすごい、一気に出てきた。木材はいらないでしょ、今。で、お肉、脂肪、これでもないんですよ、この方は。ちょっと動きが挙動 挙動がおかしい。で、水。ちょっと待って、炊いたお米しかないんだけど。なんで？いや、それ困るよ、水。炊いたお米じゃねえ。作れないので。これまずいですね、岩崎村。お米そのものがないと栽培できません。いや、ここもだ。炊いたお米しかないよ。どうしたらいいの、これ。よいしょ。岩崎村も商人って、確かあんま見かけないので、いない？
いや、困ったな。どうしよう。ないか。荒野村は？せめて薬草類とかないですか、薬草類。お、あ、買い置け。いや、違う、この辺りも。うん、私が欲しいのじゃない。あ、ここいいんじゃないですか。はい。お茶っ葉。さあ、下の方どうでしょう。パセリとお茶っ葉あるけど。あ、下にもパセリある。あー、でもないか、やっぱり。わさび。これ何？体力超合薬。あ。いや、持ってないですね。まずいな。ミョウガを unlock しておきましょう。一つだけ手に入れて。はい。一応アンロックして。すごいハマってるな。あ、ここもパセリ売ってある。さあ、なんとかこれでお茶っ葉薬草類。ひたすら買って、あ、あったー、よかった。170。これも速攻買います。ありましたよ。よかったよかった。パセリ。で、それぐらいかな。あ、レンコンも買ってた方がいいですね。こちらで火傷軟膏を作れますので、健康ステータス上げれます。いや、すごいな、この方。めちゃくちゃいいの売ってる。いや、これでかいですよ。ありがたい、ありがたい。さあ、お米手に入りましたんで、早速畑に。まあ、仕立て屋でちょっと作りに行きましょうか。一つ目。はい。さあさあさあ、そして。よいしょ。皮はいっぱいありますんでね。大量生産してもらったので。よいしょ。これもう6個作っておきましょう。うん。どっちにしても今後いっぱいいりますので。あ、ちょっと待って。待って。とんでもないことになってる。一旦ちょっとパセリやらいろいろ、みょうがとか預けて。うん。よし、だいぶ増えましたね。OK。さあ、そして、これでしょ？設定できます、今。健康だいぶ上がったんじゃないですか、今ので。そうですね、4400プラス3700。OK。で、ここを米に設定。うん。よいしょ。これ、作業量、これ以上ダメなのかな？ 78%。これ、何に影響してるんでしょうか？農地の、あ、広さか、広さ。うん。畑の広さっぽいですね。こっち100、作業量 100% なので。ここも、お米。うん。ちょっとひたすらお米をやってもらいます。よいしょ。で、他も空いてませんか？まだ。あれ？ 2 つだけでしたっけ？いや、ここもありますよね。よかったよかった。で、3つ。よいしょ。さあ、これで次、うん。廃炉に入ってくるはずです。OK, OK. さあ、いい感じですよ。はい。で、仕事がない方がちょっと2人出ちゃってますね。どうしましょうか。ここも鉄鉱石できない？あ、できるできる。で、労働者割り当てから、お願いします。よいしょ。今はとにかくて、あれが足りませんので、鉄鉱石。うん。修繕は大丈夫かな？彫刻した石。十分今ありますよね。大丈夫。OK。よいしょ。さあさあさあ。とりあえず。いや、あれだな、鶴橋。作る鉄鉱石もないな、今。うん。まあ、とりあえず次の日用品消化まで、それは待つしかないかな。とにかく物がもう全然足りません、今。よいしょ。さあ、OK。あと、そうですね、ちょっと自分の村に、自分の村でもね、取引がいっぱいできるように、うん。
あれですね、交易所をちょっと作ろうかなと思ってるんですけども、交易所、あの崖上に3つあるんですよね、一応。あるんですけど、ランダム、そう、エンカウントというか、そう、毎回ね、来てくれるわけじゃないので、まあ、最低ちょっと3つぐらいは欲しいんですよね。そうですね、ここ雑貨いませんし、食材所に、まあ、大豆、ここもあるけど、すごいな、きちんとした野菜料理。豪華の方がすごいのか、でも。まあ、この辺りもね、作ることができれば、慣れ寿司もすごい。食事50。そんなにできるの？ いいですね、これ。お米と魚でできるのかな？その場合置いててもいいんですけど。そう、まあ、この商人をちょっと、まあ、できるだけね、増やしていきたいので、作っていきましょう。どうしようかな。ここ、横広げますか。よいしょ。これ桜？桜だ。春になったら、もしかしてピンクになる？咲きますかね？違う。斧じゃないと剣じゃ切れない。よいしょ。ちょっと待って、これやっぱり初めてか。てか、桜が実装されてるので、今回の大型アップデートで。鉄じゃ切れないってどういうこと？それ以上の斧。鋼？ 鋼の斧じゃないとダメなの？厳しいな、ちょっと。撤去できないよ、これ。ちょっと一旦置いときましょう。そこは開けて、まあ、交易所なので別の場所にね、作ってもいいので、というか、すごいな。村に彼岸花がね、普通に生えてるんですよ、この辺。まあ、正直、海の近く、この辺りでもいいですけどね。というか、すごい、なんでこんなに釣り小屋人集まってる？なんか多くない？みんな掃除してる。どういうことなんでしょうか。いや、にしてもライトアップいいな。めちゃくちゃ綺麗。交易所ってどこでしたっけ？場所が正直あんまりわからないんですけど。建物。これだ。商業建造物。この雑貨交易所。ちょっと待って。これ作ってなかったかな？魚、貝殻。水に関するアイテムが売ってると。これなかった、なかった。よいしょ。もうどんどん建てていきましょう。海の、もう近くなんですけど。ちょっと気にせず。まあ、そんなこと言ってるとね、ちょっと本当に置けないので、ものが。まあ、いいでしょう。OK。よいしょ。ということは、まあ、ここでちょっと魚、あれ？ちょっと待って。なんで？よいしょ。ちょっと乗ってたからかな？さあ、そして、ですね、やっぱ一番使うもの、料理。仕立て用品とかあんまり正直いらないとは思うけど、雑貨交易所でしょ？まあ、バランスよく置いておきますか、でも。やっぱり。偏っててもちょっとあれなので。あれ？なんで起きない？今。地形が平坦でないため、置けませんって。どういうこと？これ置けたんですけどね。なんで置けない？わ かりません、ちょっと。ここはどうし、ちょっと待って、船乗ってる。てか、今思ったけど、浮いてるな、これ。いいのか、でも、それは。横をつけてますもんね。つけてない、つけてない。なんで浮いてるの、これ。まあ、ちょっとよくわかりませんが、乗ってますね。
いや、ちょっと置けないよ。どうしたらいいの？地形が平坦じゃないとダメって言われても。いや、ダメか、ここ。せっかく一つ置けたんですけどね。ここから広げることができない。この奥とか置いてきますよ、ギリギリ、範囲のギリギリとか。よいしょ。木いちごとか置いてあるけど、これ大丈夫なんだ。無視して立てましょうか。はい。さあさあさあ。まあ、いろんなところで取引できて。まあ、これはこれでいいかもしれない。はい。OK。さあ、そして、この横ですね。よいしょ。雑貨。雑貨はちょっと未だに自分の村来てないので、見てみたいんですよね。何、どんな感じで、売ってるのか。そうそうそう。場所 OK？ これで。いいですね。はい。ん？動物の声がする。そう、今までね、あんまり動物狩るメリットってあんまなかったんですけど、正直。ちょっとね、新しいスキルツリーというか、それが解放されてから、戦えばね、戦うほど、経験値もね、得られるということで、かなりね、メリットが増えたんですよね。あ、いますね。ということで、ちょっと、経験値もらいに行きましょう。ちょっとかわいそうだけど、刀でやらせてもらいます。いやいぎり。よいしょ。強い。これ、ワンパン？あ、ワンパンではないか。いい劇。よいしょ。あれ、待って、私、担当持ってない。戦闘用の担当しかないかな。鉄の担当。はい。まあ、経験値は入りますんで、それでもいいんですけども。はい。よいしょ。さあ、そして、ここ続きやってたかな。はい。さあ、さあ、さあ。で、ここの横はいける？どんどん作っていきましょう。商業建造物。仕立て用品。あれ？ここダメか。あれ、さっき茂みあってもいけたんだけど。あ、この木かな？これはちょっと邪魔になってるとか、いう感じですかね。あとはちょっとあまりにでかすぎる茂みは。さすがにあると置けないみたいな。さあ、仕立て用品。はい。あれ？ここでもダメ？どういうこと？やっぱ近くにあるだけダメなんですかね？当たってなくても。この、でかい木とか、もしかしたら全部撤去しないと。いけないのかもしれません。よいしょ。はい。さあ、もうこれも、切り株もね、がっつり撤去して。よいしょ。これでいけるでしょ、さすがに。どうです？お願いしますよ。あ、来ましたね。ただ、ちょっと前にしないと、できないかな、これ。この辺か。ちょっと、あんまりサイズ合わせられないけど。仕方ないか、これは。そうですね。これはちょっと、ずれてる、じゃあずれてるんですが。まあ、こればっかりは仕方ない。置けませんでしたので。まあまあまあ、おかしくはないので。これでいいでしょう。はい。さあ、3つ設置。仕立て用、雑貨。で、これが？あれ？これ何でしたっけ？これだけ名前が出てこない。どういうことなんですか、これ。はい。さあ、この横にも置いていきたい。あ、いけますね。ここ。はい。よいしょ。
なんかいいですね、これ並んでると。はい、さあ交易所をガンガン増やしていきます。これで全部2個ずつにはなったのかな。2個ずつ、あと、もう1つずつぐらいあってもいい感じはしますけどね。もうできたらこの村だけで取引できるみたいな感じにしたいけど、まあさすがにね、売るもの、決まってるんで、薬草類とかないよね、さすがに。食料交易所、もうこれ作物とか書いてあるけど、あんまり売ってるものね、季節またいでも変わってはなかったので、まあそのあたりどうなんでしょうか。よいしょ。あれ？向こう檻見えますね。あれどうだろう、戦ったかな。ライブ配信の時に倒してたらちょっとあれですけど、どうでしょうか。まだ戦ってなかったらヒラミ受け入れられるチャンスです。はい、 OK。 さあこれはちょっといい場所に置きましたね。よいしょ。いやすごいすごい、めちゃくちゃ並んでます。でちょっとあれ、ちらっと見に行きましょうか。どうだろう、倒したような気もしなくもないんですけど、ただ檻が残ってるのがねちょっと怪しいんですよね。いや倒してるな、いませんねなんで檻残ってる、解体したはずなんですけどね。いませんいません。よいしょ。さあさあさあ、これ以上まだ広げた方がいいかな。あと3つ、はいですね。あ、ちょっと待って、竹がない。え、嘘でしょ、竹結構あったんですけどね。竹そんなすぐなくなります？まあ確かにちょっと最近建築続きで立て続けにも作ってたので仕方ないか。それはあれやっぱあるよ、62個あるある、全然ある。500、あ、範囲以外に出たからってこと、今一瞬ですけど。え、持ってますよね。大丈夫でしょ。あ、びっくりしたありますよね、1300。そう、さっきあったと思ったんですけど、はい、一瞬範囲外から出たから、共通になってなかったってことですね。あと仕立て用が一つと、今そうですね、仕立て用これも必要。あ、雑貨にしましょう。やっぱり雑貨。あ、待って、キツネです。かわいそうだけど狩らせてもらいます。経験値惜しんでね。よいしょ、申し訳ないけど、経験値になってもらいます。で、ちゃんと増えてますよね、武士。増えてるかな。よしよしよ。さあスキルポイントもね8ありますんで、まあ振りたいところなんですけど、ちょっと悩みますよね、数がちょっと多すぎるので。どれ振ろうかっていう。で雑貨は、雑貨あと1つでいいですよね。よいしょ。でどうしよう、やっぱり食料多めの方がいいかな。食料雑貨、あ、そうだ、よいしょ、こっち側から少しでも範囲出てたらダメですね。正直仕立てはそんなにいらないと思うので、いっぱいは仕立て用品ですね。これはまあ縄、魚、水に関するアイテム使うっちゃ使うけど、これ3つかな。はい、よいしょ。さあさあさあ、いやかなりの数できましたよ、交易所。まあこれでもね、
商人来るかどうかランダムなんですけど、いやめちゃくちゃあるこれすごいな、はい、季節変わってくるのは楽しみですね毎回。あ、でもやっぱあれか、あればあるほど私自身もかなり得しますよね。あの貝殻とかも売れたりしますので、うん、お金もあんまり困らなくなりますよね。あれ松茸ある、はい、こんなとこ生えてたっけ。ああ、そう考えるとやっぱ3つずつあった方がいいかな。うん、 OK、 よいしょ。いや、これいいでしょ。自分の村でね、これだけ取引できるってなるとかなりでかいですよ。はい、よいしょ。うん、素晴らしい。すごいな、これ一気に並べるとはい、もう左からね、はい、順にちょっと商人見ていってって感じかな、季節変わったら。いや、ちょっと楽しみですね。ここちょっと一つしか置けなかったんですけども、これは仕方ない。あれ？ここできてない？かがり火。やり忘れかな？ちょっと鉄鉱石今ないんでできないんですけど。また増えたやります。うん。よしよしよし。さあ、あとどうしましょうか。飲み物、食事でしょ？仕事がないって方が一人と。そう。ここの作業がもうほとんどできてないですよね、今。農地の大きさ8、12。うん。斧がやばいな。火事場もう一つあってもいいですね、正直。はい、もう一つずつ作って。あ、でもあれか、どっちにしても鉄鉱石足りませんもんね。うん、それだったら木槍作って今できることした方がいいか。はい、そう、鉄鉱石はね、今斧に回すぐらいだったらツルハシをね、そう、作りまくって鉄鉱石取ってきてもらった方が、うん、多分効率はねいいと思うので。おー、ちょっと待って、十分なスペースがない。よいしょ。うん、まあ先ちょっとそれ優先ですよね、とりあえず。で、これでどうなりました？一応石斧は作ったけど道具はないってなってます。あ、でも作業できてますよね、大体。この辺り。うん。まあ、竹の容器は、これ担当かな？できてないけど。よいしょ。いや、でもなんで道具がないって表示されるんだろう。設定しっかりできてますよね。まあ、作業できてるから、一応何の影響もないとは思うんですが。よいしょ。OK。ほい。さあさあさあ。ということで、まあ今お米は大丈夫でしょう。お米作ってもらってるから食料また日用品消化したタイミングで大量に入る。で、飲み物ですね。飲み物どうやって対策していくか、それをちょっと考えていかないといけません。水だけじゃ正直厳しいので、そうですね、飲み物、冷たい飲み物、氷いるでしょこれ。氷もね、大量生産きついな。あれ、ここあんまりない飲み物系って。優先事項からちょっと見てみましょうか。ここからのが分かりやすいかな。ひょうたん。あ、そうだ。ひょうたん。これだ。日本酒お茶。日本酒お茶で埋めるのは厳しい。そうですね。ひょうたん。というか、あれですね。ひょうたんもともとやってたけど。もしかしてこれ止まってる？
生産。作業場でしたよね、普通の。うん。木工作業台とかではなくて、あれ、どこだったかな？あれ、ちょっと待って。普通の作業場、ちょっと何で作ってたか忘れましたね、ひょうたんって。え、これ何？あ、そうだ、数珠は、なんか盗賊が、確かドロップインで落としてましたね。うん。すごいな、その数珠の上位互換みたいな。真珠。はい。いや、これすごいでしょ。あれでしょう。進行ステータスめちゃくちゃ上がるでしょう。はい、ここのアイテムもだいぶ増えてますね。うん。あ、これここから作れるんだ。櫛もある。櫛は？これも贅沢かな。よいしょ。で、ひょうたん。あ、そうだ、ひょうたん、ここからですね、容器。容器、容器、縄が必要。あれ、ちょっと待って、今、縄って何に使ってたんでしたっけ？縄。なんか別のね、何か作るのに使ってたと思うんですけど。なるほど、なるほど。ここが止まってるから水がさらにきつくなってるっていう、まあ、感じですよね。いやー、これどうしよう。はい。一つ目の村の作業場、作業台。なんとか対策していかないといけないですね。うん。あれ、というか、なくないですか？作業台がないんだけど。なんでこれ？はい、液体容器。ただ4つしか持ってませんもんね。うん。ほい。いや、普通に増やした方がいいか。そうですよね。一つ目の村。ここ巻き合ってもらってるでしょ？で、いた。あれ、バグってるな、この名前。木工作業台。うん。巻きにしてもらうところじゃないよ。名前がちょっとおかしくなってる。あれ？ちょっと待って、違うかな？どういうことなんでしょうか？よいしょ。まあ、ということで、ひょうたんですね。うん。それ以外、ひょうたんをちょっと作っていかないといけないけど、その分、縄が必要と。で、その縄が、この漁師小屋ですね。漁師小屋。あ、違う。仕立て屋だ。ただ、縄って、わらだけでね、できたはずです。あー、なくなってる。縄にしましょう。わらいっぱいあるよね。うん、あるある。もう一つあってもいいかな。仕立て屋の作業台増やしましょうか。じゃあ、はい、ここ追加できますよね、確か。毛皮が3つ必要。うん。できる、できる。2つ目も作って。毛皮。よいしょ。毛皮あるかな？え？ちょっと待って。毛皮って私めちゃくちゃ持ってましたよ、確か。え？なくなってる？あれ、何に使ってる？ないんですけど、毛皮。めちゃくちゃあったんですけどね、本当に。いや、それ困るな、ちょっと。どうしよう。
いや、困りますよ。なんでなんで？まさかちょっと動物狩りに行かないといけない？これ。まあ、最終小屋で一応、毛皮って取れたと思うんですけど。あ、取れないか。毛皮は別なんだ。いや、ちょっと困りますね。どうしよう。水、そう、飲み物を改善していかないといけないのに。よいしょ、作れません、これじゃ。困った、困った。まあでも作業台ですね、とりあえず。ここから、ひょうたんの水置き、これを大量生産していかない限りは、水が楽になりません。で、一つで飲み物150ですもんね。そう、これが量産できてたからこそかなりね、楽になってたはずなので。そういうことですよね、縄。ですね、これを作っていくしかないわ。あ、縄ってここでもできるんだ。OKOK。仕立て屋だけじゃなくてこっちでも作れると。で、この縄と、まあ、この竹ですよね。できた容器で、これをやってもらう避難民がまた必要という感じです。 OKOK。 まあ大体ちょっと分かってはきましたね。よいしょ。ただ作ってくれてた、方どこ行ったんだっていう 感じなんですよ。ここに設定してる方は？ひょうたんをね、設定してた方がいるはずなんですけど、それちょっとどうなってるんですかね、そこが。止まってるってこと？こことか。模型作ってくれてますね。よいしょ。もうこれ変えておきましょう。OK、多分今そんなにいらないんですよ。めちゃくちゃあるはずなので。そうですね。ここも縄に変えよう。で、日用品消化まで、ちょっと一旦待つしかないかな。まあ、あとはちょっと、ひょうたん作ってくれてる方が、どこ行ったか分かりません。何せね、ちょっと人が本当に多いので。あ、ここ縄作ってくれてる。よいしょ。ちょっと人が多すぎてね、いろいろ管理するのがかなり大変になってるんですけども。っていうところかな。よいしょ。さあさあさあ。あれ？そういえばあれですね。メインクエスト完全に消えましたね。今実装されている部分はもう全部やったってことなのかな？そうだ。ちょっとスキルポイントね、まあ、残しておくっていうのもちょっともったいないので、その分、まあ、食事でもね、何やら、消費量とかもね、どんどんもったいなくなってしまいますんで、もうちょっとやっときましょう。まあ、職人の道の場合、資源の数とかもそうなんですけど、あと耐久性とかですね。食料のステータス増加。ただ手動系は正直あまりいらないかな。耐久性。職人の道は耐久性が一番いいか。そうですね、耐久性。土の耐久性は、あれ？やってるかな、もう。あ、土の耐久性60%。やってますね。あとよく使うので言えば、どれだろう。斧？いや、あんまり使わないよね。
鉄鉱石取る時の数増やしておきましょうか。うん。で、問題物資なんですよね。物資が本当に多くて。ちょっとこれやばいな。そう。もう残してても仕方ないのでね、もうやっておきましょう。うん、スキルポイントどんどん入っていきますし。体感。パリのしやすさみたいなのありますか？パリのしやすさ。あ、受け流しの先行判定タイミング。あ、これ延長強いでしょ。もう再燃しました。30%。うん。まあ、防御力とかね、正直、もう食らわなければね、何も問題ないので、すべて受け流せればね、いい話ではあるので、とにかくパリを強化しましょう。大会へのダメージ増加。うん、これもパリですね。受け流し工場。よいしょ。最大。攻撃のダメージ。体感ダメージ減少。はい。まあ、スタミナは上げた方がいいかな？あ、素早い攻撃のダメージ。はい。受けがより効果的になり維持しやすくなる。うん。受けも強化しましょうか。あと1ポイント。あ、敵の体勢を一刀もたやすく崩すことができる。あー、これがいいか。止められない攻撃。うん。OK。まあ、そんなところですね、ステータスは。はい。また経験値バンバン入っていけばっていう感じなんですけど、すごいな、もう。村人97人ですよ。村人の数自体に上限は今あんまりないのかな？うん。100も多分全然超えますよね。OK。ということで、まあ今回はちょっと時間的にもちょうどいいので、ここまでにしたいと思います。で、次回にはまた2丁品消化で、今度縄が大量に入ってくるかな？うん。で、その入ってきたもので、ひょうたんを、それ大量生産して、飲み物を、ちょっと余裕を持たせていきたいですね。はい、ってことで。はい。よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。